上院数の水衛生エエ2007ラブパレードは毎年7月にドイツで行われていた世界最大規模のレーブである。2010年に群集事故が発生し死傷者を出したため開催終了した。1989年に開始。当初はベルリンで DJ であるドクターモッテに寄り始められた150人ほどの小さなパレードであった。その後は毎年参加者が増え続け、 ピークの1999年には国内外から最高の150万人を動員した。ベルリン市内の6月17日通りを行き来する多数のフロートを中心に参加者が踊り、ネディアルク。終盤には戦勝記念10日に皆が集結し、ファイナルギャザリングでの DJ プレイでクライマックスを迎える。パレードの名の通り、本来は政治的デモ行動として行政当局にも開催 日本からはドイツテクノシーンと関係の深い石の卓球などが DJ として参加しており特に石野は1998年にはパレードのフィナーレを飾るベルリン戦勝記念等の広場でのファイナルギャザリングでも DJ プレイしているまた近年では名称がライセンスされ世界各地でラブパレードの名を冠したイベントが開催されているベルリンにおいては開催時期にラブウィークと称して 多数のパーティーイベントが行われるほか、サンフランシスコでは2004年から、ラブフェスト、ラブエボリューションと称して開催。またシドニー、ディーズ、メキシコシティ、サンティアゴ、ロッテルダム、カラカスなどでも公式イベントが開催されている。しかし参加者が増えて、イベントが大きくなったため、現在では、もはや単なる商業的、観光的イベントになったという批判もあり。 パレード終了後の膨大なゴミ問題なども深刻化した。行政当局もデモではなく商業イベントという判断から開催費用年出を拒否するようになり、2004年には資金難を理由に中止を余儀なくされた。翌2005年も開催を見合わせたが、2006年にはフィットネス事業などを手掛けるマクフィット社をメインスポンサーに迎え、ザラブイズバックアライブ。 キャッチコピーとして7月15日に3年ぶりに開催された。2007年はベルリン市が開催を認めなかったため代わりの開催都市が求められた。以前からエッセンをはじめとするルール地方が交通インフラが整備されているため開催が可能だとアピールしていた。そこで2007年から2011年までの5年間はルール地方の主要都市で毎年持ち回りで開催される。 こととなった。まず2007年はエッセンで都心近くのベルリーナー広場一帯で120万人を集めて行われた。2008年はドルトムントで連邦国道1号線を閉鎖して行われ、160万人という過去最高の人出があったと発表された。2009年は防風具が予定されていたが開催が見送られた。 適切な場所がないことも問題であったが、主な理由は、駅の処理能力が予想される人手に対して不十分なためと説明されている。2010年は、デュースブルクでの開催が予定されていたが、市の財政難で危ぶまれた。そこで開催を支援する、スポンサー探しや募金活動が行われた結果、ようやく2010年4月に州が開催に、青信号を出した。しかし、 このデュースブルクで死傷事故が生じたため今後は開催しないことが主催者から発表された。2009年の中止を経て2010年7月24日、デュースブルクの休暇物つ駅用地でラブパレードが開催された。しかし現地時間17時ごろ、入場口とされていたトンネル出口にあるランプに大流が発生して人が溢れ倒れる人も生じて群集事故が発生。 圧迫によって21人が死亡500人以上の負傷者を出した。すでに入場している客の混乱を防ぐため、イベントは現地時間23時頃まで続行された。事故の発生を聞いて途中退場する客もいたものの一斉に退場してさらなるパニックを呼ぶという事態は防げたと言える。この年に初めて27台のカメラを使って YouTube や Ustream you で 世界中のファンに向けて、ライブストリーミングが行われた。しかし、自己発生が伝えられた、現地時間18時前後に、ストリーミング中継はすべて切断され、公式サイトには、アワーウィッシュツ a アレンジ g e a happy togetherness was, overshadowed by the tragic accidents today, というコメントと、家族や友人の安否を確認するためにデュースブルク氏が設置したホットラインの番号が掲載された。 またツイッターでも名前を出して探してほしい、助けてほしいという投稿が多く見られた。西ドイツ放送が行っていたライブ中継番組はそのまま被害速報番組へと変わり、イベント T シャツを着たアナウンサーが神妙な顔で現地中継を行った。2011年はザグレブでの開催を予定し、2012年以降の開催については未定であったが、この事故を受け、 ラブパレードの永続的な中止が主催者から発表された。同年7月31日にデュースブルク市で犠牲になった21人の追悼式典が開かれた。アンゲラ・メルケル首相らが出席したが、事故の責任を問われながら隕石辞任を拒否しているアドルフ・ザウアーラント市長や、今回の主催者であり、今後のイベント中止を発表した主催者代表のライナーシャラーは欠席した。 追悼式の様子は、デュースブルク市内の教会やサッカー場に設置された巨大スクリーンで放映されたほか、テレビでも生中継された。なお、日本では赤紙花火大会歩道橋事故と同じく、将棋倒しが事故原因だという報道もされたが、現地ではそのような報道はされていない。事故の原因と責任の所在については、捜査が進行中である。これまで、 明らかにされている情報を整理すると主催者側が会場整理の時間を確保するため警察にランプにあった入り口の一時閉鎖を依頼し同時にトンネルに入る人を止めることになっていたにもかかわらずトンネル内に東西から人が流入しランプ部分に滞留して圧力が高まったことが事故を招くこととなったこのような事態が生じた責任については主催者 警察とデュースブルク氏とも認めようとしていない。なお入場者数については当初は140万人と発表されたが事故の後に約3倍に水増しして発表していたことが主催者から明らかにされている。事件から約2ヶ月が経過した同年9月30日この事故に対する損害賠償を求める初の訴訟が提起されたがその被告は主催者のローパーベント社と代表の ライナーシャラーである。2010年ラブパレード死傷事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。